10 years after は、イングランド出身のブルースロックバンド。1960年代に流星した、ハードブルースの代表的グループ。後のハードロックを形成する過渡期において、重要な役割を果たした。一度解散したが、1980年代以降から再始動している。ブルースをベースに、ジャズやリズムブルースなど、多様なセンスを持った。 ハードロックの原型とも言える楽曲をプレイしていた。ギタリストのアルビン・ディーが弾くマシンガンピッキングは、当時のギターの中でも異彩を放っている。バンド名の由来は、バンドが10年後も存続しているようにという願いから。しかし、1974年に解散したため、叶わなかったが、その後に再結成している。1968年のグループショット1961年頃、 ノッティンガムにて、イワンジェイを中心として発足。翌1962年に、ザ・ジェイバーズを結成。1965年に、首都ロンドンへ進出し、メンバーの変遷を経た翌1966年から、現行名、10 years after で活動を開始。1967年、セルフタイトルのファーストアルバムから早くも賞賛を受け、1968年には、 初の全米ツアーも行っている。さらに1969年のウッドストックフェスティバルにおける代表曲 I ア m going home の演奏がきっかけで人気を確固たるものとした。1972年5月にプロコルハルムとのジョイントコンサートで初来日を果たす。また、 1973年6月、アルバート・ハモンドを伴って再来日を果たした際、レオ・ライオンズのあまりにも激しいプレイのため、ベースギターの弦が切れたのは有名である。1974年にバンドは解散。解散後、リーはソロとして活躍した。また、ライオンズはマイケル・シェンカー時代の UFO の音楽プロデューサーとして名を馳せた。 散発的に再結成も行っている。1975年8月4日、アメリカはサンフランシスコのウィンターランドのコンサートにて、アメリカでのフェアウェルコンサートのため、一時的に再結成。また、1983年7月1日のロンドン、マーキークラブ25周年記念コンサートにおいても、人よ限りの再結成として出演した。 ドイツハノーファー公演1988年頃から本格的に再始動し、翌年8月に15年ぶりのアルバム、アバウトタイムを発表。2003年、アルビン・リーに代わり、ジョー・グーチが加入。自主レーベル、10 years after レコーズを設立し、2004年に第一弾、アルバム、ナウを発表。2013年3月6日、アルビン・リーがスペインにて、 下下手術の際の予期せぬ合併症のため死去。同年12月30日、レオライオンズ、ジョーグーチが脱退し、ハンドレッドセブンティースプリットの活動に専念する。2014年、マーカス・ボンファンティ、コリン・ホッチキンソンが加入。2017年、9年ぶり13枚目のアルバム、エースティング・イン・ザ・テールを発表。1970年のグループショット。ありがとうございます。